はい、今回は甲子園で慶応高校の長髪という髪型についていろいろ言われている件、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ちょっと今回の話はですね、いつもかもしれないんですが少数派の意見かもしれないんで、ちょっと賛否が分かれるのかもしれないんですが、最初にお伝えしますが、僕はいつもリスナー様にねコンテンツを聞いていただいてとても感謝しておりますので、僕も、リスナー様もよりよく、よりよく過ごせるというか、楽しく過ごせる、そういったね、ことの何かと、なっていただければと思いまして、こちらの件を考えていくわけです。もちろんねこの慶応高校の髪型とか考えますし、そのね高校野球とかそんなことについてもいろいろ言われてるんで、考えます。あと最初に言いますけど、僕は太ってるのもありますし運動が嫌いなんでね、こんな暑い中でそんな運動したら熱中症になるんじゃないかっていう懸念があるわけですよ、この高校生たちに対してね。多分どちらかというと皆さんは あまりそんな肯定的でもないのか、あるいはこの話に関心がないのか、僕も正直そんなに関心がないんですよね。ただ結構いろいろ注目されてるんで、別にこの甲子園のね慶応高校の髪型について別にどうのこうの、言うつもりはないんですよ。ちょっとだけ言いますけど、ただもっと違うことがあると思うんでね、それを考えていきます。何かっていうとですね、何が注目されてるのかっていうと、甲子園に慶応高校が出たわけですね。神奈川っていう強い高校がある中で、野球のね強豪ひしめく中で慶応高校が甲子園に出たと。でそんな慶応高校ですが、髪型が自由とか長時間練習しないとか、そういったものがいろいろ言われてるみたいなんですね。これっていうのもだからなんていうのかな、ちょっと難しいんですよ。僕もいろいろ考えてなんか難しいんですよとか すいませんっていうことなんですけど、だから何をね、高校野球を見てる人は思ってるのかとか、あと言葉がちょっと何といいかわからないですけど、何を見せられてるのかっていう、そういったこともあるんじゃないかと思うんですよね。で例えばこういったことが SNS に投稿されてるんですよ。甲子園、ザ甲子園、ザ高校生、ザ高校野球みたいなものの定義ね、別にこんな定義はないんですよ。でもこういう定義があって、髪型は坊主、短髪ですよね、短髪で、泥に、まみれて、努力して、厳しい、思いをして、大変な練習をして仲間がいて、それでこそザ青春っていうね、果たしてそれがザ青春なのかどうかっていうのもわからないし、人のそれぞれ考え方によって異なるんでね、だそういったことも勝手にこうねイメージが先行してるんじゃないかと思います。であと例えばこれと反対する意見として、坊主って意味がないとかね、丸刈りとか意味がないとかいう意見もあるんですよ。で、よく冷静に考えましょうね。高校野球と坊主って別に全く無関係だと思うんですよ。だって別に野球がうまいかどうかっていうものと、別にね髪の毛が短いか長いかって関係ないじゃないですか、本来はね。だからこれっていうのも、こういうなんかね、なんて言っていいのかわかんない、暗黙っていうのか、それを言葉にするとこういうことが言われていて、大人がって言われてますけど、大人が高校野球の選手を、自分好みのストーリーに当てはめようとしている、青春の押し付け問題であるっていう指摘があるんですよ。でこれも高校野球の、一つの課題である、高校野球イコール坊主みたいなね、全然そんなことはないんですよ。別にね変な話ですけど、髪が短かろうが髪の長さが中ぐらいだろうが長かろうが、別にそんなことじゃないんじゃないのって僕は思いますし、僕は普通に思うことがあるんですけど、こんな暑い中で高校野球とかやってんなよって、子供が熱中症になるだろうって、高校生が そういうものは考えないのかっていうことを僕は思うんですよ。結構僕一番これを思いますね。皆さんも思ってらっしゃる方が多くいらっしゃると思いますが、でさらに言うとですね、これって何を問いかけてるのかっていう、だからこれは何を見せられてるのかっていう、僕たちはそのテレビとかそういうので高校野球を見てるかもしれないんですけど、違うんですよ。別のものを見せられてるというふうに考えられるんですね。高校野球と髪型っていう固定観念です。それにこう見せられてるというか、囚われてる人がいることがこの話の問題であると思います。でさっき言いましたよ、僕別に僕正直野球興味ないですしね、運動苦手なんで、太ってますからね、走ったら疲れてしまいますから、で、そんなことは別なんですけど、
関係ないじゃないですか、髪型とね、高校野球って、それ固定観念なんですよ。でしかもね、ここがすごく難しいんですよ。ここ僕ちょっと考えて、皆さんどういうふうに思われるかなと思うんですが、高校野球をスポーツと定義したのであれば、スポーツっていうのは何かっていうと、結果が全てなわけじゃないですか。その結果ですよ。だから試合に勝つとか、試合でね、いいプレーをするとか、そこからね、勝負にどうこうなるための練習なわけですよ。その確かに人間の心を打つかもしれない、ね、この後でその話をしていきますが、でもそれとはまた話が別なんですよね。でそれをまあ高校野球で見せられてるっていうんだったらもうそれまでなんですが、ただちょっと意味合いが変わってくるなと思います。髪型がとかね、高校野球時、たるものこうあるべきみたいなね。でこう まさにこの高校野球、高校球児たるものこうあるべきみたいな、その考え方がもう完全におかしいわけですよ。長髪がおかしいとかね、別におかしくないから、で別に短髪がいいとか別に良くもないから、別にそんなことは関係ないんですよ。単純に、固定観念です。固定観念にとらわれる。もしも高校野球をきちんとしたスポーツであると定義するのであれば、勝ち負けです。結果が多分、結果が全てと言っても過言ではない。でもこうなるんですよ。高校野球は高校生だから、別にそこまで結果にこだわることはない、プロではないから、でそれが現れるんですよ。それが現れて、まあ、それがもしかしたら多くの人が好きなのかもしれない。実は結果はそんなに重視していないかもしれないんですよ。なんでかっていうと、そこに汗と涙の物語が見れるからです。高校野球の一つの名物に、なっているわけじゃないですか、ね。負けたチームがね、なんか土を持って帰って頑張るみたいな、だからそれっていうのがもう何が何だかわからないんですよね。スポーツと定義して、勝敗を徹底してこだわるのであれば、そういったこともないし、であるいはそうでないなら、まあなんだろう、そこまで勝敗にこだわらず、まあその青春の物語を、まあ青春の物語を見てるのかなと思いますね。で、僕は、ここからまあ、ここまでもちょっと真面目に話してるつもりなんですが、先ほどのですね、高校球児こうあるべきとか、そういう話ですね。これっていうのが全く、まあ、僕も、まあ、リスナー様もね、よりよく過ごせない原因になるんですよ。別にこうあるべきなんてないんですよ、その固定観念。これも、いわゆるね、矛盾なんですよ。多様性とかって言ってるのが全く逆の固定観念にとらわれるじゃないですか。だから、まあ、僕もリスナーさんもですね、僕たちは楽しく過ごしていくために、こういったものを外した方がいいと思います。僕も皆さんもですね、よりよく、まあ、自由にっていう、まあ、自由っていう定義も難しいですけど、自由に過ごしたい、わけじゃないですか。で、その際にこの固定観念っていうのはとても邪魔ですから、で、最後に言うとですね、別に ここまでの話を聞くと、なんだ、慶応の肩を持つのか、ありません。僕、慶応大嫌いです。福沢諭吉っていう慶応を作った人間が売国奴だから、なんか天はね、人の上に人を作らず何とかって言うじゃないですか、全然違う外国ね、風丸々名尊思想なんですよ、全く大っ嫌いです。だから別に慶応を応援してるわけでもない、そういうことでもないし、僕は完全にねスポーツが嫌いで、だからまあ、あんまりこういう話好きかわからないですけど、まあ、僕は学校に行ってる時からね、帰宅部だったんですよ。こういうのをしたことがないですけど、まあ、見たことがありましてね、普通に、何をしてるのか意味がわからないなと思ったんですよ。昔うさぎ跳びっていうなんか練習競技がありましたよね。気合だとかね、根性とか、別に気合でも根性でもないんですよ。腰に悪いだけです。そういうこと分かってますから。だから なぜその時そういうことが分からないのかっていう話です。あとよく分かりませんけどね、練習中に水を飲んではいけないって、飲まなくてはね、熱中症になったら困るじゃないですか、普通にわけ分かんないなと思うんですよ。でさらに言うと、ここからはまあ皆さんがね共感していただけるとね、嬉しいんですけど、高校野球の髪型とかどうとか別にそんなことに興味を持たずに、もっと日本国民が政治とか社会情勢に関心を持てよって、大人がもうそういうことに持たずにこういう風になってるから、だからもう日本も今厳しくなってるわけですよ。高校野球の髪型がどうのこうのって完全に 3S 政策の罠にはまってますからね。僕はそう思ってます。でさらに言うんだったら、こんな暑い中で高校生に野球やらせんなよって、熱中症になったらどうすんだよって、実際何人か今年なってるわけじゃないですか。だからこういう日本の子供高校生のね、その少子化とかそういったものにつながる懸念だと思います。この話が注目されていると思うんですが、まあ、僕のような話をしている人ってのはまずほとんど いないでしょうから、まあ、ただ別にこれっていうのは全然こういうふうに考えられますしね、もしかしたらこの僕の言ってることが結構正しいかもしれないんですよ。ただ、
け入れられない、うん、ザ・丸坊主が正義みたいなね、意味がわからないなと、まあ、思ってるっていうことで、うん、僕もたまにちょっと高校野球を見ることがあったんで、ちょっと思ったことをお話してみました。ちょっとですね、お考えと沿わないところがあったらすみませんということで、お伝えさせていただいた中にですね、少しでも役に立てるものが含まれていれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。